およそ70年ぶりに茅葺き屋根の大規模な修復作業が行われている佐賀市の地温寺本堂で地元の住民を対象にした見学会が開かれました国の重要文化財に指定されている地温寺本堂、その茅葺き屋根は全体の劣化が進んだためおよそ70年ぶりとなる全面的な修復が去年から行われています。 こちら70年ぶりに大改修を行っているジオン寺の屋根ですかやぶきがすべて外されるというなかなか見ることができない貴重な姿です見学会には地元の住民およそ50人が参加工事の担当者から屋根の特徴や工事の経過などについて説明を受けながら普段は見られない建物の構造に見入っていました 繊細な仕事を先輩方が本当にされたのには驚きましたね、はい、ジオンジ本堂のかやぶき屋根の修復は来年11月に完了する見込みです来月10日と11日には一般向けの見学会も予定されています